高松大輝のミスターチャンネル。自己紹介をお願いします。はい、私は元大分とリーダーでサッカーをさせていただいておりました、株式会社エイリンの、代表の安藤と申します、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大分、僕がサッカーさせていただいた時はですね、はい、ちょうど大輝さんがレンタルで FC東京に移籍された時の、1年間しか大分には在籍できなかったんですが、うん、まあその時にイベント活動をですね、うん、結構試合に出れない機会が多くて、うん、ちょうどチャンスが来た時に怪我をしてしまってですね、うん、それでイベントに行く機会がすごく多くなったんですけど、まあその時に、老人ホーム、慰問の方に行かせていただいて、その時に出会った、社長からですね、うん、一緒に、やらないかという形でですね、お声かけをいただいて、そこが一番最初の、高齢者福祉事業に入った入り口だったかなと思います。流れ的にね。そうですね。やっぱり現役中もそういうことを考えてたの、はい、そうですね。やっぱり僕はもうやっぱ大輝さんみたいにこうやっぱすごい選手もたくさん見てこさせていただきましたし、やっぱりサッカーでこうご飯を食べれる人って本当一握りの世界だと思うんですね、サッカー選手もですね。なので私としてはやっぱり、まあ大分でサッカーさせてもらえたことがすごく幸せでしたし、それがすごい本当にありがたかったので、まあ何かそこで自分の生まれは福岡なんですが、まあ大分に、地域貢献だったり社会貢献できないかなと思ってですね、こういう形をさせていただいております。素晴らしいね。いやいや本当になんか、今の現役選手に聞かせてあげたいよね。いや本当にサッカー人生の時はね、はい、まあ試合をされながらやる部分もあると思うんだけど、やっぱり第2の人生、セカンドキャリアの方が先の方が長いわけだから、はい、そうです。まあ、やっぱりサッカーだけじゃなくて、やっぱりファンサービスと地域貢献ね、はい、していくのが今の時代だと思うんでね。そうですね。やっぱりちょっと頑張って、これからもね、頑張ってね、まだまだたくさんね、そうです、本当にいろんなことあると思うけど、はい、ちょっと頑張ってほしいと思います。今働いてて、はい、まあ、嬉しいことややりがいがあることって何かな。そうですね、一番やっぱり嬉しいのはですね、うちの、まあ、うちがゆる老人ホームをさせていただいてるんですけど、まあ、その中に入ってくださってるお客様が、笑顔で、過ごしていただけるというところがですね、一番嬉しいというのがありまして、うちの、コンセプトとしてですね、あなたの笑顔が見たいからっていう言葉があるんですけど、いいね、はい、なんでいいね、そこが私としてはもうテーマでやってますので、そこの笑顔が見れるのが幸せでですね、はい、あとその中で、介護施設ですので、うん、ケアする、うちのスタッフがですね、うん、またそこでまた笑顔をいただいて、笑顔を与えるって言ったらおかしいですけど、もうそういうのを共有できるところがですね、一番私のやりがいであります。おー、素晴らしいね、はい、話を聞いたんだけど、はい、ベレスパの選手もなんか働いてるって聞いたんだけど、はい、そうですね、はい、私が大分移籍してくる前のですね、うん、2年間がですね、JFL、うん、ミーヨっていうところでサッカーをさせていただいてたんですが、うん、その時に私自身もゴミ収集車に乗って、うん、朝から夕方までゴミ収集車に乗ってですね、うん、させていただいてた時に、やっぱりすごく苦労したというか、うん、すごく大変な思いをしたわけですね、うん、でそうなった時にやっぱり今ベルスパーの大分の選手が来ていただいてますけど、うん、まあ、その気持ちもすごくわかるんで、まあ、会社としてもすごいバックアップしながらもですね、社会貢献、おいいですね、やっていきたいなと思って、やっぱり自分が苦労してるから、ね、やっぱりそういうとこも見えるっていうか、周りが見えるっていうか ね、 あ、そうですね、なんか立派な社長さんに見えてきたわ。いやいや、とんでもない。うわぁ、何何ありがとう、すごいね、なんか嬉しいね。いや、本当身近にね、はい、いるから余計逆になかなか会わないし、そうです、こういうお話もできないから、本当にこのね、YouTube をきっかけにね、はい、本当に知ってもらいたいですし、やっぱりこういうプロの第二の人生っていうのもね、こういう頑張ってるんだっていうのをね、世間の人に知ってもらいたいから、はい、いや本当にちょっといいお話を聞けたわ、逆にとんでもないです、ちょっと なんつうの、本当にな、身になるっていうかね、あ、本当にいい勉強させてもらいました、今日は。とんでもないです、はい、もう僕みたいにね、そういうセカンドキャリア、なんか大分のリーダー出身で、うん、とか、J リーガー出身で、ね、やってくれる方が出てくるとですね、嬉しいですよね。嬉しい。本当また今後ね、社会貢献、はい、地域貢献、しっかりやってください。はい、自分も何かあればお手伝いしたいんで、はい、いつでもね、はい、
誘って。はい。餅つき。餅つき。いや、今日餅つきありがとうございました。ありがとうございました。今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。